防災意識を高めようと高校生らが意見を交わしました。高齢化が進む中、防災や減災の意識を若い世代の人たちにも広めたいと、県と県教委、大分大学が座談会を企画しました。県は4年前から毎年県立高校3校を防災リーダー校に選んでいます。昨日はその生徒38人が被災地でのボランティア活動をしている大学生らと学校や家庭でできる防災について意見を出し合いました。私たちの隣には小学校が隣接されているので、隣の小学校との合同避難訓練をしたいと考えています。災害が起きた時に避難できるようにっていう話を聞いて、一足でも自分の玄関に靴を置いておかなければなと思ったりしました。今後は日時を予告しない避難訓練などを学校で実践するほか、10月には4年前の豪雨で被災した日田市天ヶ瀬町を視察する予定です。